じゃあ中塚さん入られます。はい、お願いします。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 めちゃくちゃ続きたいんですけど、ちょっとマイクつけちゃう拍手までいただいたんです。ごめんなさい、歯切れが悪い。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。どうですか、この緊張感。あの階段ぐらいまで伝わってましたね。階段上がってくうちにどんどん緊張してきたんだろうなと思って。ここでした、ここの緊張感。降りてきてました。よろしくお願いします。お願いします。身長が大きい。ちょっと姿勢よくと思って。よし、高島さん、入られます。お願いし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 ます。これで皆さん、それですね。11人です。お願いします。じゃあ、すみません、今日皆さんお願いします。お願いします。JO1VS ジェネレーションズということですので、ちょっと緊張してますね。緊張してます。ガチガチに緊張してます。とか言ってたら俺らがね。そうなんですよ。なんか、謎に僕らが緊張しないスタンスで、ちょっとそれはそれで。まあ、ちょっとこの緊張感も含め、あの、はい、チョコブラさんにも面白くしてもらおうと思いますので、はい、一つよろしくお願いします。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 光栄でした。なんか本当ですかっていう。ほんまにマネスさんに関してはもうね、うん、そう前からずっと、あの、何度か音楽番組で、うん、はい、その時にもあのお話しさせていただいたこともあって、今回一緒に番組するってことは本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかそういう風に言ってくださってるっていうのもありつつ、僕らも呼んでいただいたのに結構すごい楽しみでしたよね。7人全員でこういう風に行かせていただけるっていうこともそうですし、ましてこう内容もなんかこうまずゲームが主になってやるということで、本当にマジボコボコにしやろうなと思って。笑いながら一応笑いでしたね。さっきの話が好きでバラエティーですね。怖いな。どうでしたか、なんかこう初こういっぱいやらせていただきましたけど、一緒に。いや、めちゃくちゃ楽しかったですね。めちゃくちゃ優しくて、なんか惚れちゃいそうでした、ね。あとなんか勉強になることもたくさん、はい、勉強逆に興味のある。なんかすごいなんかトークの回しとかが上手くて。今回2回目ですよね。はい、前回何をやってたんだと言ってた。何も言えない。初回どんな回だったんだと。あの、逆に気になったんで、僕帰ったら見ますね。よかった。もっと喋りたかったですね、でもね。そう。いろんなことを。喋りたかった。ぜひ、次の機会によろしくお願いします。